昨日1ステージで寝てしまいましたね。初めて。いつも3から5やってたんですけども、今日は5やって6アップしよう。でもと思ってさ、立ち上げた瞬間さ、また欲しいインディーゲームのなんか配信が開始されたってニュースを目にしてしまいましてさ、買った今買った。おい、 5個やってるわ。贅沢でね、ありがとうございます。もうこれ眠くて昨日できんかったんですけど、もっと寝れんくなるってことですけどね、大丈夫です。見てくれてる人がいるから。うん、昨日やったところはふわーっていう、あの風ね、風あったんやけど、ここもあるやん。風に10秒乗れってありそうやな。またあのプリンター先に処理したい、マジで。2人でやりたいプリンター先に処理したい、2人でやりたい。やってるかな、タマさん。まだここ投げが完璧にいいや。あ、サッカーボールも持ち帰ろうみたいなありそうです。ゴールを決めろあるな、あそこにゴールあるで。あれはふわ使わなあかんのか、あれはふわ使わなあかんのか。全然簡単、昨日の方が難しいんじゃない。寝てたか昨日。ここふわ使うか、ふわを使うか。何これ、何これ、何のスチーマの、なんでそれ持ち帰らなかんねんって。お、持ち帰りたい。あ、持ち帰りたい。楽しかったで。なんでそれ持ち帰らなかんねえと思ったけど、楽しいもん、持ち帰ることが。楽しくなってきてるんですよ、このゲーム。あら、青の火消えてるんやん、スイッチ押したで。あ、楽しくなってきてる、このゲーム。うん。ねえ。楽しい、楽しい、楽しい。昨日さ、俺、今までのオーバークックもそうすればよかったと思ってんけど、初めて、解像度超上げて撮ってみたんですよ、録画。めちゃくちゃ多分 YouTube でさってスマホとかで見てたら分からんやろけど、めちゃくちゃいいんですよ本当は。分からんっていうか、別にいい、どうでもいいことなんやろけど、めちゃくちゃいいんですよ。でもこの引っ越しは解像度下げてやってますね。そんなに別にっていうやつやで。そんなに別にってことないですよね。2人でやりたいときは解像度上げるかもしれないですけど、あの真ん中通した方が絶対いいってことやな。こんなもん一個一個運んでるよりさ、このスイッチな、これな、これを押せってことなんや。あれ、押したあるやん、もう。あ、押せじゃないや、取れや。そっか、取ったんか俺今、なんかが乗ってたんか。なるへそ、なるへそすぎる。だからだんだん面白くなってきてるよ、タマさん。タマさんもやめてたら、タマさんは絶対やめる人やと思えって俺、実は。これ重て、これ、あ、これなんでこんな重たいの。あ、重て、これは投げもできないから、こっち、こっちか。これ途中さ、すごい面白くなくなった時期があったけど、このゲーム面白いね。やっぱり面白くね、面白くねってか、うわ、今のそれ、それをダウンロードしました。ダウンロード中やったんや。ダウンロードできるんや、これ。あれ中も通信中ができるんだっけか。通信じゃないから寂しいんですよーんということですよね。あの、俺のチャンネルさ、リアルの知り合いは誰も見てないんですけど、知ってる人は何人かいるんですよ。でたまに開くと、このなんかムービングアウトでなんとかですよーんって喋ってた瞬間から始まるやつがあったんですけど、多分それの時だけやったはずなのに、いつもそんな風に撮ってると言われて、さらに肝がられたっていうことが最近ありましたね。自分でもなんでそんな喋り方なのかなとは思うんです。全然真ん中通ってねえやん。暇な時やろな、多分そういう喋り方になるやつって。やっぱ暇じゃダメなんですよ、ゲームっていうのは。
被害者がね、金メダルやなんてまだダメか。そっと置いとこ、これそっと置いとこ、そっと置いとけばずっと火は出ない、復活しないから。あそこにはまさか俺が落ちるとは思わなかった。なんでこれ戻ってきてるのこれ。あ、黄色がなんか復活してる。なんでなんでだっけ。黄色ってこっちやな。嫌だ嫌だ嫌だ、クリアしたい今回。話せてるしちゃんと。今のは投げじゃないですよ、投げは使えないです。飛べるかな。あー飛べんかった、あー飛べんかった。行ってこれ、これはどっちなんやろ。塔があるでな、あそこに。いいね、こうや。これはこっちやな。あ、全然クリアはできるかもしれない。あ、危ねえ。クリアはできるかもしれない。意外と奥が深いか、深いゲームやったんかもしれない。オーバークックは最初から面白いと思ったけど。ここ乗る癖がねえよ、乗る癖をつけよう。ここに遅いな思ったより、遅いなここ思ったより。また3分もあるね、大丈夫やな。いけるよね、いけるよね。あの真ん中一切使ってないがな俺。あの真ん中を使わないっていうやつのチャレンジありそうなのを取れてるそうやん。むしろ動かさんときは乗せんかったら、一回も一回も乗せんかったら判定なんかな。よし、いいかも。このね、と実際のとのとに挟まった時の感じはグッジョブよりあります。実際の物理そうやよねっていう、見えてなかった。皆さんへの返事ができてなくて申し訳ない。やるゲーム多すぎて。ありがとうございます。いや面白い、昼やると面白い。バスケでシュートを決める、玉座にの玉座に座れ、プリンターを回転させろ。え、プリンターを回転させろって何、真ん中の通りに置くってことかな。ありがとうございました。ここのワールド終わったんで、最終決戦なわけない。パーセンテージで見えてるから。